中野 P からハーゲンダッツの差し入れです。インタビューに答えていいですか。盗んで帰ろや。開けていい。いいやろ。盗んで帰ろや。だら悪いな。盗んで帰ろや。ちょっと持って帰ろやこれいっぱい。これ一番好き。うまい。美味しい。あ、間違えた。美味しい。あ、出てきました、カンペが。最近悩んでいることです。どうぞ。歯並び。最近じゃなくない。顔丸いとか。それも最近じゃない。最近の悩みではない。最近親知らず抜いたから悩みなくなったんですよね。親知らず抜くかどうか悩みだって、抜いたら小顔になるかなって思って抜いたんですけど、ならんかった。まだ腫れてる多分。抜いたらもう引いたらすごい。3ヶ月前ぐらいに抜いたけど、多分もう引いたらすごいですよ。もうシュッとして。3ヶ月経って引いてない。まだ引いてない。期待しといてください。両方。両方いってこれやから、まだ両方腫れてる。最近悩んでること、最近というか、まあ、ずっとなんですけど、普段一人でいるので結構いろんな方とこう接する機会があるんですけど、なんかすごく疲れてしまって、それをどうすれば治るのかなという悩み。本当にどっと疲れが来てしまうので、仲いい方でもこうお話ししたりとか普段仕事しないので、普段一人なのでなんか疲れちゃう。変な人ですか。うん、それ友達だったら。友達も私ダメですね、正直。一番リラックスできる時って何だ。リラックス、一人でいるとき、寝てるとき、周りに誰もいない空間でいるときが一番好きです。そんなときに、はい、アイスを食べてる。ありがとうございます。最近に限ったことじゃないんですけど、体がめちゃくちゃ硬い。あ、でもこれぐらいにはなりましたよ。それ今の精一杯。結構本気です。ちょっと固め。そうですね、やっぱ足が開かないです、開脚しないです。それいつからですか。もうちっちゃい頃からずっと硬いです。ずっとなんかトレーニングのコーチとかにもストレッチしなさいって言われてるんですけど、なんかどうもできないです。柔らかくなりたいんですか。ちょっと手つけるぐらいになりたいです。もう本当にレベチが硬いんですよ。ホットヨガやっててストレッチの時とかね、本当硬すぎて恥ずかしいんですよ、やるのが。いただきます。いただきます。これ5人いただきます。されちゃいそう。うちら多分イライラしない組なんだよね。してても忘れてんですよ多分。一瞬だよね。別に人間関係なんて何もないし、悩みなんて学生じゃないしね。本当ですね。自由に自由に来てますよね。本当に脳天気な、ただの脳天気な。夜中とかさっきないって話してましたよね。毎日祝日みたいな、毎日ゴルフしてね、おかしな生活してるなと思うんですけど。暑い時のゴルフ中とか、うん、アイス食後、うん、食べたい。なんかしょっぱいもん食べて、ガツンとしたもん食べた後、うんうんうん、絶対アイス食べたくなります。食後は食べたくなる、うん、夜の。あとラウンド中に食べるアイスめっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しい。夏のラウンドの中のかき氷とかめっちゃ美味しい、うんうん、でも私冬でもアイス食べます。一年中食べる。食べない。食べます。てかなんだ、冬の方がなんか美味しく感じる。甘い系、なんか甘いチョコとか、うんうんうん、なんかは冬の方が食べる、うんうん。全然イラッとしたことも悩みも何もなく、能天気な人たちみたいになっちゃった。でもイラッとしたことみんなそんなないんじゃないですか。いや、あるんだけど忘れちゃって。そう、絶対普段すぐでもないけど、まあイラッと全然してるんだけど、割とどうでもいいことなんですよね、うん、
マジで忘れちゃって覚えてない、うん、そんなことだよみたいな。なんだろう、イラッとしたのなりません、なんかピンに弾かれたとか。ああ、まあ、だからちょっとイラッとします。パターでパー外せばよかったみたいな、うんうんうん。